君みたいに必死な顔で本を読む子は初めてだよ。この世の全てが書かれている魔法の本か。それを読んだら怖いことなんてなくなると思うんだ。魔法の本は存在するよ。本当？その本はね、魔法の図書館にあるんだ。だけど誰もが行けるわけじゃない。僕は行ける。それはこれからの君次第だな。人に優しくすることだよ。心から人の幸せを願うんだ。よくわからない。いつかわかる日が来るよ。これは図書館へのチケットだ。絶対になくしちゃいけないよ。書物は闇を照らす光だ。一文字、一行、一ページごとに闇は退き、いつかは世の中の全てが明らかになる。その時こそ俺は完全な平穏を手に入れる。早朝からご苦労なこった。変える出来事があるでしょう。羊飼い、羊飼い。さっきの子だ。さっきの子が危ない。昔から勘が良かった。虫の知らせ程度のものだったけど、だけど悪い予感は外れたことがなかった。君、逃げるんだ。いいからここを離れろ。感触は、そうだ、これは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 、ああ、ごめん。これじゃ俺ただの痴漢。まあとりあえず間に合ってよかった。I'm not afraid to die.
1973年末かーけーくん第6年生編で見ろよこれ前代未聞の脱線事故一歩間違えれば大惨事となったその脇でこのようなハレンチ行為に及ぶ生徒もいた高峰きっとそいつには何か事情があったんだよだろうな俺の知ってる誰かさんなら人前で痴漢なんて絶対しないだろうしああ痴漢は犯罪だからなまあこの学校の規模と生徒数を考えたらあの子に会うことなんてそうないだろうしでは席番号153番白崎つぐみはい あの子民生基金設立建白書ですああすまんがもう一度民生基金設立建白書ですなんかエロいなあの子お前は先生白崎はさっきから民選議員設立建白書と答えてます玉もちゃんまさかクラスメイトだったとは皆さん新生活いかがですか清見学園での新しい生活この学園の生徒数でばったり会った生徒がクラスメイトである確率は 1% だぞいらっしゃいませ学生食堂アプリオにようこそでもそれ以上にワクワクすることも多いはずサワラの最強漬け定食あ新人さんあはい2日ものですがよろしくお願いしますよろしくじゃあ俺自撮りの竜田揚げとスマイル一つ古いなおいサイズはどうされますかじゃあ L ではいおほーまぶしいわざわざ付き合ってくれなくていいよいえ不祥鈴木皆様に笑っていただければ本望ですのでサワラとスターゲかしこまりましたうーんいいね鈴木さんいいねいいもん食事の時ぐらい本置いたら生徒会長望月さんこんにちは武井君少しいいかしら例のお話ならお断りしたはずです私はあなたの能力を無駄にしたくないの入学以来学年トップのあなたなら生徒会でも実績を残せるわちょっとテストが得意なだけです俺は役員なんて器じゃありません生徒会が嫌い本を読む時間を削られたくないだけです望月さんが俺を評価してくれるのは嬉しいですけど、はあ、そう残念ね竜田揚げとサワラお待たせいたしましたご相席ですかいいえ時間を取ってくれてありがとう近いうちにまたわかりましたそうやって優しい態度ばかり取るのはお人よしすぎるぞそれが向こうにも期待させるんだからな分かってるよ潮見学園一クラス650人サワラ定食500円竜田揚げ500円スマイル1000円で2000円になります、全生徒数5万を誇るこの学園には日本最高の教育環境がある生徒は常に能力向上を目指すべきでありさもなければ他の学園に通えばよい。やる気がある人間にとっては最高の場所だ。同時に、やる気がない人間にとっても最高の場所だ。単位さえ取っていれば、あとは何をしても自由だからだ。羊飼い。この学園で最も有名な噂だ。いつも学園のどこかにいるけれど、誰の目にも止まらない。懸命に努力をしている人の前にだけ現れ、何でも願いを叶えてくれるという。ま、スパムメールだ。君、ちょっといいか？君は確か同じクラスの。突然ですまないが、これを見てくれないか？
モザイクなし。このアドレスは羊飼い。ここに写っているのは君で間違いないか。そうだけど、それよりそのアドレス花粉症。彼女に白崎に謝ってもらいたい。その前に説明させてくれないか。ほう、聞きましょう。つまり君には未来をうかがい知る能力があって、白崎を助けようとした結果ああなったと。そんなかっこいいもんじゃないけどね。愚かな。え、言い訳にしては下手すぎる。ああ、いやいや、本当のことなんだって。痴漢のくせに言い逃れなんて最低。女の敵、覚悟。やばい、こいつらマジだ。さよなら。逃げるとはなんて卑怯な。痴漢ってマジ。え、今朝のウェブニュースの。そうそう、ミネ男子、いつも歩きながら本読んでる子。ああいうイケおとなしそうな子が危険なわよね。ああ、もうなんでこんなことに。女の子を助けただけなのに。どこにあった。とにかくどこかに隠れて体力回復しないと。君はごめんなさい、私のせいでとんでもないことに。ちょっとこの体勢、こんなところ誰かに見られたらまた誤解されるんじゃ。一度ならず二度までも。だから誤解なんだって。違うの、たまおちゃん、これはね、今助けるからな。違うの、みんな私が悪いの。すまない、白崎が君を探したいというので、てっきり痴漢を捕まえたいのだとばかり。ううん、私がはっきりしなかったから。本当はただお礼が言いたかっただけなの、ごめんなさい。まあ誤解が解けたんならいいよ。でもウェブニュースで学園中に広まってるぞ。まあなんとかなるっしょ。さーて教室に戻るとするか。長い昼休みだ。どうにもならない。もう逃げられないわよ。そんな可愛い子を痴漢するなんて最低だ。待ってくれ、痴漢の件は誤解だ。誤解かどうかは本人の体に聞いてみようじゃないか。どうやら分かってもらえる雰囲気じゃないな。叩き上げの図書部員を舐めるなよ。で、俺体力ないんだった。高峰。俺の男に手を出すとはいい度胸だ。いや、違うけどな。元空手部の高峰か。相手にとって不足なし。なんか本筋からずれてるみたいだけど、ここは俺が土下座でもすりゃ収まるのか。聞いてください。な、かけくんは痴漢じゃ、痴漢じゃ、そのありません。いや、痴漢じゃないの。写真あるんでしょ。よく聞こえないよ。違うです、痴漢じゃなくて、その、その、あ、そう、そうです、私、嫌じゃなかったんです。え、結局、バカップルの野外プレイってことで、その場は収まった。図書部って初めて。いいのか、俺たち部外者だぞ。他に落ち着いて話せる場所もなさそうだしな。ここなら俺だけだし。お邪魔します。適当に座ってくれ。
本は崩すなよ。猫？ギザエモン。普段はギザって言ってる。かわいい。なんだ、じゃあ私たちみんな同じクラスだったのか。まあ600人もいるし覚えてられないよな。お前は本ばかり読んでるしな。いきなり言ったら変な子だと思われるかな。でも今言わなかったらきっともう。あの筧君。はい。私と一緒にこの学園を楽しくしませんか。はあ、誘うつもりか。ダメ。まあダメではないが。一緒に学園を楽しくしませんか。潮見ハッピープロジェクト。私すっごい引っ込み思案の性格で、そんな自分を変えたくて、だから思い切って大きなことしてみようかなって。それで何やるの具体的には。それはまだ決まってなくて、これから考えていけたらなって。一人でやるのもなんだから仲間が欲しいと。あのずっとじゃなくても、そうだ、ゴールデンウィークくらいまでに手応えをつかめたらなって。期間限定ね。要するに白崎つぐみというちょっと変わったことゴールデンウィークまで遊ぶってことか。そんな活動に筧君を参加させるわけにはいかないわ。生徒会長。あのそんな活動ってどういう意味ですか。目的も活動方針もおまけに動機も曖昧な活動のことよ。私は筧君の能力を高く買っていて、ずっと前から生徒会役員に勧誘しているの。生徒会役員？横槍を入れるならもう少し準備をしてからにしてほしいわ。生徒会長ともあろう人がわざわざ喧嘩を売りに来たんですか。もしそうなら私が全力で買わせてもらいます。正直なところ生徒会にも白崎の活動にも興味なんてない。私はただ筧君に正しい選択をしてほしいだけよ。そんなことより俺にとっては読書の方が何倍も有益だ。私は今日筧君と出会えて、今まで経験できなかったこといっぱい経験して、だから筧君といたら何か新しいことが始められる気がするんです。そうか、きっと白崎は感情と言葉にできない何かで動いてる。それは俺の理解を超えていて、今の俺にはわからない。俺はこのわからないものを知りたい。ゴールデンウィークまでって言ったよな。うん。決めた。白崎に協力する。わあ、筧君。筧君、どうして？まあまあ、あまり強引なことしたら仲良くなれないっすよ。別に筧君と仲良くなりたいなんて言ってないわ。誰が筧って言いました。ありがとう筧君。ありがとう。ありがとう。筧君、ウェブニュースの件こちらで誤解を解いておくわ。これで3人だな。なあ、俺も混ぜてよ。本当、ありがとう。じゃあ明日から全員ここに集合な。よし、これよりここは潮見ハッピープロジェクト本部とする。ちょっと待て、ここは図書部の部屋だぞ。はい先生、図書部に入部します。私も入部を希望します。おい、じゃあ記念撮影行きます。はい。私も。すごい偶然。学園からの一斉メールか。あ、図書部はまずまずの滑り出しを見せたようだね。おめでとう。羊飼い。俺も同じだぜ。え、お前も。桜庭も。私も同じ。え、全員同じ。何なんだよこれ、新手のスパムか。何にしても気持ちが悪いな。こいつが羊飼い本人だという証拠はあるのか。
そもそも羊飼いなんてものが実在するのか。うるさいんだけど。さっきから外まで声響いてんの。静かにって散々書いてあるの読めない？すみません。利用者様にさ、なんとかしやがれって目で見られるの。私たち図書院なのよ。ごめん、気をつけるよ。あんた、家系でしょ？ああ。図書部って幽霊部員しかいないと思ってたけど、あんた、変わってるね。本当にこれで良かったんだろうか。でも、わからないものは知りたい。あの白崎ってこのことを理解できれば、俺にとって暗闇を照らす光の一つぐらいにはなるのかも。いつか、わかる日が来る。あれが本当に羊飼い候補なんですか？ああ、君と同じにね。潜在的な能力はかなり高い。今朝の一件見ていただろ。きっかけは作ったよ。私がいない間、君はしっかり観察しなさい。はい。いずれ彼にも真実を明かし、試験を受けてもらうことになるだろう。そして君と彼、合格したどちらか一人が正式な羊飼いになる。あいつ全然覚えてなかった。家計くんがハッピープロジェクトに参加してくれて嬉しいな。何度も言うけどゴールデンウィークまでだからな。うん、それまでよろしくね。家計くんは図書部でいつもどんな活動をしてるの？そうだな、大抵は本を読んだり、うん、それから本を読んだり、うんうん、あとは本を読んだりかな。そうなんだ。ハッチプレイ。